パワーエンブレムとは、アメリカ合衆国生産の競争場、シュボバ。競争場としては、重賞勝ちとは、無縁だったが、タネボバとして、ケンタッキーダービーは、ボーエンブレムを送り出した。1993年8月11日、サラトガ競馬場でのメイドン競争でデビューし、エンドスイープの4着。2戦目で勝ち上がり、3歳児は4月のアローワンス競争で2勝目を挙げて、 ウッドメモリアルステークスに出走し4着に入る。コバとなった1995年、2層目のアローワンス競争で3勝目を挙げて、ウェストチェスターハンディキャップに出走して3着。続く、G1 競争のカーターハンディキャップで2着に入ると、次層のメトロポリタンハンディキャップでも3着に入るなど、G1 競争でも上位に入る走りを見せる。6月のトムフールステークス。 8月のフォアゴーステークスで、それぞれ2着、ボスバーグステークスで3着とした後ブリーダーズカップ、スプリントに出走もデザートストーマーの6着に終わる。5歳を迎えた1996年は、アローアンス競争で2勝を挙げ重賞でも2度にわたり3着に入る走りを見せていたが、8月25日のフィリップ H アイズリンハンデキャップで、スマートストライクの7着だったのが、 最後のレースとなった。以下の内容は、イーカブイスの情報及び、記載法に基づく。6歳となった1997年により、テイラーメイドファームで種子バ入りし、テイラーメイドファームで5シーズン供養の後2002年に、メリーランド州のムーマーファームに移って種付け量4000ドルで供養されていたが、直後に1999年に誕生したウォーエンブレムが、 ケンタッキーダービーとプリークネスステークスの2巻を制し、クラシックホースの父となった試し付け料が急遽7500ドルに値上げされ、さらに夏に入ってテーラーメイドファームに買い戻され、ウィンスターファームとの共用の形で繋ぎようされた。2005年にブラジルにシャトルされたが、シャトル中にブラジルで売却され、以降はブラジルでつなぎようされている。ありがとうございます。